ハンガリー王権の象徴、聖シ首とバーンの王冠。この王冠をいただかねば正式なハンガリー国王とは認められない。ハンガリー君主一覧では、ハンガリー王国の成立から消滅に至るまでの国王、及び王国成立以前の君主である、大公、第一次世界大戦後の状況を一覧で示す。中世ハンガリーを支配したアールパード朝は、十世紀後半から十一世紀、 前半のゲーザー、イシュトバーニ一世の頃に統一された。その後、王位をめぐる内紛が起こって一時衰えたが、11世紀後半のラースロー一世やカールマーニ一世、さらに12世紀後半のベーラ三世の代に対外進出して勢力を拡大し、最盛期を迎えた。しかし、ベーラ三世の死後、王位をめぐって争いが起こり、国力が衰退し始める。そして、 大い争いに勝利したアンドラーシュ2世が支持者に所領を分与したことで王権が著しく衰退し大貴族の台頭を招くことにもなった。ベーラ4世の第にはモンゴル軍の侵攻によって国内が荒廃した。その後、ラースロー4世が王権強化を図ったが失敗して暗殺された。そして1301年、アンドラーシュ3世の死によりアールパード・アサは断絶し、 戦況政へと移行した。その戦況政の下で、ハンガリー王とポーランド王を兼ねたラヨシュ一世は、ハンガリーの大王として有名である。895年から896年頃、後のハンガリー王国となった地を征服したアールパードは、それ以前の宗教的指導者と軍事的指導者からなるに大族調整を廃止し、単独の大公となった。死後は、 アールパードの子孫のみに、大公、王位継承権があると定められた王朝がアールパード、朝である。997年に大公に即位したイシュトバーンは、3年後に王位についた。アールパードの孫にあたる、卓所に以前、大公の座を継承するのは、アールパードの血を引く最年長の男子とされていたが、キリスト教への改修とともに、先代の長男が引き継ぐこととなった。 そのため、アールパードとタクショニュの間の対抗は明白ではなく、特にアールパードの罰詞でタクショニュの父にあたるジョルトの在位は、キリスト教家を経てからの後付けとも考えられている。アンドラーシュ三世の死によって、アールパード家が断絶した後、いずれもベーラ四世の血を引く、ボヘミアポーランド王家出身のバーツラフ三世、シモバイエルンコ王党三世、 ナポリオー家出身のカーロイローベルトによって王位が争われた。プシェミスル朝編集ビッテルスバフハーサ、編集1308年以後は、選挙王政となり、まず、アンジュー家のカーロイローベルトが即位した。アンジュー編集ルクセンブルク朝編集ハプスブルク朝編集ヤゲロー朝編集ハプスブルク町、編集フニャギ朝編集ヤゲロー朝編集 ハプスブルク君主国も参照百5 2 6年にラヨシュ2世から王位を継承したフェルディナー一世以降はオーストリアハプスブルク家の当主またはその死死によってハンガリー王位が接収されたただし初期に二人中期に一人の対立王がいたハプスブルク朝編集ハプスブルクロタリンギアーサ編集ハンガリー王国も参照第一次世界大戦末期 ハンガリーはオーストリアから完全に分離独立し、ハンガリー民主共和国、ハンガリーソビエト共和国を経て、新たなハンガリー王国が成立した。この王国は、ハプスブルクロタリンギア系帽系のヨーゼフ・アウグスト大公を国王に衰退しようとしたが、協商国やルーマニアの支持が得られずに断念し、ソビエト政権打倒に功績のあったオーストリア・ハンガリー帝国海軍帝国ホルティ。 ミクローシュが、摂政の地位につき、国王空位のまま独裁体制が敷かれた。この間、別系統の冒険のアルブレヒト・フランツ大公も、王い請求者として一時活動した。1944年のホルティ失脚後も、1946年に、ハンガリー第二共和国が成立するまで、王国は、形式上存続した。一方で、最後の国王であった、カーロイ・オンスイは、 自身の退位を認めず、1921年には王国に復帰しようと試みた。しかしこの動きは、小教商諸国やフランス、ホルティラによって阻止され、ハンガリー議会は、ハプスブルクロタリンギア家の多い継承権を否定する、議決を行った。カーロイ自身は、翌1922年の島で退位を認めず、その後も、長男夫が、名目上のハンガリー王を名乗った。 現在は、夫の長男のカールが、名目上の多い請求者である。ありがとうございます。